この政見放送では、社会派 YouTuber、令和たけちゃんをお招きしてお話をお伺いします。よろしくお願いします。社会派 YouTuber、令和たけちゃんです。旭川で起きてしまったいじめの問題、そして隠蔽の問題、これを皆さんに知っていただきたい。いじめは絶対に許されません。そのいじめの問題を隠蔽する、あってはなりません。ぜひともこの問題を知っていただきたい。風化させないでいただきたい。そういった意味合いがありまして、参加させていただきました。それでは、映像をご覧ください。この地で皆様が愛しているこの旭川の地元で、14歳の小さな少女の命が奪われてしまった。同じ旭川を愛する旭川市民として、そして自分が親の気持ちに立ったとして、どうかこの問題考えていただきたい。遺体発見現場というところで到着してみて、どういう心境でしょうか？やっぱ当時の積雪具合ですよね。本当に疑問だらけのところっていうか、発見された当時の状態ですとか、そういったなんか体育座りで見つかったなんていう話もされてますけれども、全て聞けば聞くほど何一つ納得できない状況がありますよね。こういった真実を明らかにすることこそが、今回亡くなられたさやちゃんのせめてもの償いって言いますか、家族連れが楽しんでいる平和な公園でこうした痛ましいことが起きてしまったと。これは他人事じゃないと。いつあなたの大切な人が同じ目に遭うのかっていう、もう当事者意識を持って考えないといけないなと感じた次第ですね、ここの公園に来て。非常にね、寒い北海道の極寒の中、一人横たわっていたのかと思うと、本当に胸が痛くなりますね。大人たちが遺体発見が至るまでに何かできなかったのかと。いじめという犯罪行為をこう未然に防ぐことができなかったのか、で起きた時に何で対処しなかったのか、これを本当怒りを覚えますね。北星中学校で痛ましい惨劇、いじめの惨劇が起きてしまいました。しかしながら、このいじめ問題を蓋をしよう、そして風化させようという勢力がございます。これが北星中学校の教員たち、そして旭川市教育委員会、これらの既得権益の塊が総出でこの問題を隠蔽する、なかったことにしようとする、あってはなりません。北星中学校にいまだに在籍している当時の担任、加害者がやった行為に対し何ら指導しない、そして被害者がいじめの被害を訴えたにもかかわらず、デートがあるから忙しいとあるまじき発言を被害者に対して発したわけでございます。このような女がなぜ教壇に立っているのか、のうのうと税金を搾取しているのか、我々は大変疑問に思わなければなりません。当時の校長は、この被害者生徒が自ら命を絶とうとする、そういった願望があるからいじめではないと、理由にならない理由を述べて風化させよう、蓋をしようと動いたわけでございます。解決しないどころか、隠蔽をしておきながら平然と天下りを行い、県部長町役場の教育委員会に天下ったわけでございます。しかしながら、良識ある日本国民が現地に押しかけ抗議凱旋を実施したところ、天下り先すら潰すことに成功しました。つまり、我々は声を上げれば、こうした悪徳教員に対して怒りの鉄槌、そして天誅を下すことができるんです。皆さんのご協力が必要でございます。皆さんの声が集まれば、必ずいじめの問題根絶ができます。これを声を上げなければ、風化してしまったら、また同じことを何度も何度も繰り返します。二度と教員による職務怠慢を起こさせないためにも、最後の最後まで声を上げていこうではありませんか。ぜひとも今回亡くなられた女の子、この無念を晴らし、二度と罪なき命が失えないよう、二度と被害者を生まないよう、ぜひともご協力を賜りたいと思っております。旭川市立北星中学校、事件が起きた学校で隠蔽をした教員がいまだにいる、その学校ですね。非常に在籍している生徒はもう真面目なんです。いい子たちがいっぱいいるんですけども、なんせ教員がこの問題に対して蓋をする。この学校っていうのは、何で問題かっていうと、
もう一番も声を大して言いたいのが、京都も自分の出世のためにこの問題に蓋をしようとした、蓋をしようとしたっていう根拠は、まあ、これも報道で出てますけども、加害者が被害者に送った内容で、これもひどい内容ですね。もう性的な行為を要求するような、要は強要罪ですね。そういった文言がブワーって書かれているのをこの目で確かめたにもかかわらず、それを見た上でいじめではないと、だからどういう判断をしたんだって。それに続けて被害者のお母さんに対して、加害者にも未来がある、被害者1人の未来を守ることよりも加害者10人の未来を守ることの方が日本のためになる、どちらが大切だと思いますかと、それをお母さんに言ってもう論外だと思いますね。なのに未だにのうのうと教団に立っているって許せないです。ここですね、性的な行為を強要して、でそれを撮影して面白がって、川がその横ですね、でこのフェンスを越えて川に飛び込んだ。これ実際、まあ冬場になるともうおそらくこの今草木が全部見えてるところはもう雪で埋まると思うんですけれども、14歳といえども体重で落ちれば上がっては来れないだろうというふうに思いますけど、ここからこのフェンスを越えて飛び込むっていうのはちょっと普通はありえない。ありえないですね。ただ飛び込んだんじゃなくて、もう10人の加害者から死ね死ね死ねって言ってこう行動をして飛び込んだっていう、これが本当まかり通るっていうのはありえないですね。旭川市民の皆さん、旭川にいるんだから彼女が辿った足跡、生きてた証、これを忘れないでほしい。血が滲むような思いで、どんな思いをして生きていたか、どんだけ辛かったか、それを忘れないでほしいです。彼女が生きていた、一生懸命生きていた、そしてむごたらしい犯罪によって亡くなってしまった、この事実はもう変えられません。しかし市民の皆様の一つ一つの声でこの先を良くしていくことはできます。このまんま良しとする政党にお任せするのか、そうじゃないのか、声を上げていく必要があると思います。もうおっしゃる通りなんですよね。教育現場に忖度をする政党、政治家は落選させる、そうした報いを与えなければならないと思いますね。この再発防止っていうのはもうこういうことなんですよ。まあ、私自身ですね、幼少期3歳から小学校5年生まで、ちょっと親がいなかったものでして、養護施設で育っていたという環境があります。その中で施設育ちだということで、友達と思っていた人たちから、いじめを受けました。いきなり頭から砂をかけられたりですね、帰り道何か背中に当たったなと思ったら、こうビニール袋に入った犬のうんこを投げられたりですとか、そういうようないじめ事件、私自身体験しております。社会に出てからもやはり会社からいじめも受けたと。そういういじめというのはなんでなくならないんだ、特に大人であれば何か自分で対処する方法がある、しかしまだ子供のうちには対処する方法がないんですよ。これをなんとかしなきゃいけない、そういう思いから今回この旭川のいじめ事件なんとかしたいなというふうに思って声を上げる形になりました。この色紙には何て書いてあるんでしょうか。苦しかったねと、何もできなくてごめんなさい、二度と同じ事件を繰り返さないようサーヤさんを忘れません、で今日の日付で2021年9月4日斉藤忠之というふうに記載をさせていただいてます。政治家でしかできないことがあると思います。例えば参考人招致だったり、逃げ隠れできない環境を作っていく、これも我々一般人ができないことなので、議員でしかできないことを頑張っていただきたいなと思っております。まあ、令和たけちゃんをはじめとする俗に言われるインフルエンサーと呼ばれる方のおかげでこの問題が風化しなかったと、微弱ながらも私たちのような政党もこの事件を知るきっかけになったと言っても過言ではないと思います。ぜひですね、そういうタケちゃんも含めてインフルエンサーの方には本当にご遺族の方が納得したっていうのが事件の解決というところですので、まあ、それまでは一緒に戦っていっていただけたらなというふうに思います。